はいささんこんこにちはさあいよいよですね2019年向けの社会保険労務士試験受験勉強を開始しましょう。担当はアガルト専任講師の大コーチですすよろししくお願い,いたしますさあそれではね、えー、これから皆さんは受験勉強入るわけですけどもスポーツと同じですよ。ね、えー、プールに飛び込む前にはしっかりと準備体操をしなければいけませんよね。 はい、水泳だけじゃありませんよ。他のスポーツでもきちっと準備体操しないと大けがのもとになりますよね。ということではい、今回はその準備体操その触りの部分ですねここのところまずね、えー、しっかりとしておきましょうはい、では早速ねテキストで準備体操をちょっとねやりたいと思います。ははい、早速といい、ととうころがありますよね。はい、そして、 この語弊があるかもしれませんけれども社労士試験、まあ、正確には社会保険労務士試験と言いますけれども長いのでね社労士試験と短縮系でこれから言います、はい、その社労士試験の出題対象となる法律で最も法律っぽいなと言えるのが労働基準法なんです、はい、でこの労働基準法は 労働法法の基本法とも呼ばれますつまり対応系ででうと対応ですよねそして他の労働関係の法律がその太陽の周りを回っている惑星というわけですね、はい。そしてこの労働法の基本法と呼ばれる労働基準法これを深くしっかりそれから正しく学習することによって法律の構造であるとか 条文の読み方であるとかね。労働判例の読み方であるとか。それから。厚生労働省がね、発出している。その法律に対する解釈、これを。行政通達というんですけれども。そういう考え方など、これを身につけることができるんです。そして。この。労働基準を徹底的に正しく学習すれば。多くの受験生が苦手としている、いわゆる。労一。 ね、労働一般常識科目ですけれどもこれもね長いですから労一というふうに短縮系でいうことが多いんです。労一ですねはいさあそしてね平成20年の閣議決定によって内閣のね決定によってね社労試験において憲法とか民法なども科目追加すべき旨の検討がなされている。 つまりちょこちょょここっとなんですよ本当にちょこちょこっとなんですけども憲法の知識民法のの知知識識民なんんかも出てくるんですねで特に民法なんかは、ねえー、明治31年に施行されて約120年ぶりの大改正がありましたので、ね、これから民法なんかもちょっと、ね、要注意なあの法律になるかもしれません。これも準備体操のところでしっかりとね、えー、皆さんに教えますのでね 基礎を作っていきましょうはい、では最初に労働法ですね。六全書はい社労士がよく使われているこの「六方全書」というのはこういうねでかい本なんですけども受験生の皆さんはねこれあえて買う必要はありません。えー、買うとしてもねこれ非常に出版時期が遅いんですね。えー、11月の上旬ぐらい 早くても10月の下旬ですから慌てて買ってもねこれ高いですからねえ損をすることになりますのでねえこれはえ特にまあ法律が大好きで六法を見るのもねえ慣れているという方は買ってもいいんですけどもその出版時期が遅い11月の上旬ぐらいだということこれはしっかりと覚えておいてくださいはいこの中に労働法という名前の法律ねそういう題名の法律は なないんですないんんでですすよじゃあ労働法っていうのは何だろうかっていうと労働基準法とか労働契約法労働組合法労働関係調整法などさまざまな労働問題を規律している法律の総称なんですね。はい、あくまでで総称なんですいいですか だから数ねこれいろ30ある人、ね、30あるんだよって人もいれば40あるんだよって人もいるし50あるるんだよって人もいる、ね、労働に関係してればいいのでね労働法の中入れちゃうので数え方によって30だとか40だとか50だとかねもういっぱいあるそしてしかもその30とか40とか50とかもしかしたら60とかあるかもしれません。 その労働法を大きく分けると4つに分かれるんですね。一、はい、つ目は個別的労働関係法一、ね、人一人の労働者働く人たちと使用者会社とか企業という意味です。その関係を規律するものでこの代表が労働基準法なんですほ、ね、か、はいまあ、にも労働契約法、ね、これも重要です。 とか労働安全衛生法とか男女雇用機械均等法であるとかねこういうことをこれから勉強していくわけですね。そして団体的労使関係法といって、はい、一人一人の働く人労働者力は弱いですから、ね、企業会社と対等に戦うなんてことできません。そこで数は力な,なりと言いますよね。だから労働者が集まって団結して組織を作ります。 それを労働組合と言うんですがその労働組合に関して書かれてある法律これが労働組合法あとは労働関係調整法であるとか労働契約承継法とかがある、はい、そして労働市場法はい言葉に気をつけてくださいはい職を求めている労働者 まつまりは失業者ですね。これを求職者と言います。はい。社労士試験っていうのは非常に似た言葉が多いんです。いいですか。特定なんとかなんて言葉が非常に多くて、えー、これは何だっけ何の特定だっけなんてね、えー、悩むことが多いんですね。ですから言葉に気をつけるんだってことをね最初頭に入れておいてください。はい。職を求めている失業者これを求職者。 一方人を求めている働く人を求めているんだからこれが会社だとか企業、ね、これを法律用語では使用者っていうんですけども今は求求職者と求人者と人これごっちゃになりますので、ね、気をつけてください、はい、こういうふうにその求職者と求人者これをバッチングを促進するための法律その分野を労働市場法と言います。 で雇用対策法だとか職業安定法だとか労働者保険法もこの中に含まれていてさらに雇用保険法ですね。雇、はい、雇用用保保険険法法実はこの雇用保険法というのは何か勉強していると書き方が労働基準法とか労働安全衛生法とか、ね、労災保険法の後に勉強するんですがどうも違うんです。 なんかね性質が違うようなニュアンスを感じるんです勉強するとわかりますそれはなぜかというとこの雇用権法というのは職業安定法との関連性が強いんですねこのことを認識しておくと労働一般常識科目労一を学習するときに役立つことがありますのでねはいちょっとここね はい、何か雇用保法だけはちょっとね勉強の仕方が違うぞね。書き方がなんかちょっと非常にまどろっこしいような書き方してるぞ。ってのはね。気づくと思うんです。それはこういう特徴があるからなんですね。はい、そして最後に労働紛争解決法といって、何かその紛争が生じたとね。労働者と使用者との間で喧嘩が生じちゃった。 それを仲直りさせるための法律として労働審判法だとか個別労働関係紛争解決法とかがあるわけです。でこの4つの分野というのは非常に関連性が強くてですね例えば皆さんが働いているとしましょう、ね、学生さんの方もアルバイトでもいいんです働いているとしましょうそうすると個別的労働関係法がまず起立します、はい、ところが クビになっっちゃった、ね、何かの理由でこれはおかしいじゃないか、ね、これ解雇って言うんですけどもこの解雇は不当だ、ね、なかなか一人で戦うなんてことも難しいですから労働組合の力を借りてそしてこの解雇はね無効にしようなしにしよう、ね、っていうこともありますね。そうすると、はい個別と労働関係法と 団体的労使関係法ががつながるわけですさらに中小企業の場合零細ーー企業とかね労働組合がそもそもないというねそういう企業会社も多いです。そうするといっぺんに労働紛争解決法にもうそっちに行っちゃってそこで助けてもらおうっていうこともできますね。はい、ところがそれでも解決しなかった。 失業状態のままになっちゃった、もう転職せざるを得なくなっちゃったっていう時に、はい、関係するのが労働市場法なんです。はい、こういうふうにこの4つの分野というのは非常に関連性が強いんですね。はい、まあ、これね覚えておかなくてもいいんです。社労士試験にねこれが直接出るわけではないんですけども。 大体この4つの分野に分かれているぞってことを知っていると頭の整理につながるんですね。はいさあそれではコラムというところにちょっと進みましょう。皆さんがおそらくね中学生の頃だと思うんですがはい労働三法労働に関する3つの法律これを勉強なされたと思うんです。はいこれ ももう見ええちゃってまますすけども言えますかね労働三法というのはこの昭和20年代初期終戦直後に作られたまず労働基準法それから労働組合法そして労働関係調整法、ね、この3つのことを重要な労働に関する法律ということで労働三法というふうに総称するんですね。はい でこの労働三法なぜこれが非常に重要だったかっていうとですね、ちゃんと意味があるんですね。はいこの絵を見てください。まず労働者たくさんいますよね。で使用者会社とか企業があったりしますね。はい。で労働条件の最低の基準ですね。一日の労働時間はギリギリ八時間が上限だぞ。一週間は四十時間が上限だぞ。 ね、そういうのは最低の基準を定めている法律、これが労働基準法なんですね。はい。しかし、これあくまでもギリギリ最低の基準でしょ。もっとよくしたい。一日八時間よりはね、ね同じ給料で一日七時間三十分の方がいいですよね。あるいは同じ給料であれば一日七時間労働の方がいいですよね。 これ一人の労働者ではなかなかそれ会社と対等な立場で話し合いできませんから労働組合という、ね、組織を団結して作るそしてこの,この労働基準法で定められている最適値をもっと引き上げようじゃないか、ね、労働者に利にしようじゃないか、はい、そういうことを決めているのが労働組合法なんですそして労働組合と 使用者との間で何かこう喧嘩になったりすることもありますね。その時に仲直りさせようというのが労働関係調整法なんです。はい。だから労働三法というのはこういう関連性が非常に強いんです。ところが、はい。平成29年の調査なんですが、労働組合推定組織率これが。 17.1%前の年平成28年は17.3%なのその前の年はもうちょっと高いんですね実ははい戦後直後例えば昭和24年の時はもう50%を超えていたんですがどん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 ねこの労働組合推定組織率がもう年々年年ね低下しているんですはいこの17.1% ね、この少数点以下まではいいんですけど大体17%だなっていうことが労働一般常識「労一」で出題されるんですね。はい、100人労働者がいたら労働組合に加入している人が大体平均して17人ぐらいいいしかもういないんです特に中小企業や零細企業ではそもそも 労働組合がないというところも多いですからそういうところではねあくまでこれ大企業なんかも全部ひっくるめて17.1%ということですから非常にねいるいいですかということはあまり喧嘩をすることも少なくなっちゃっているのではいこの労働関係調整法ですね。 影が薄くなななっっっっちちゃゃたたた顔しみいにわけですね。はい、そこで最近ではねもう非常にこの労働関係調整法が影が薄くなっちゃった存在意義が薄くなっちゃったですからその代わりに労働契約法というものを入れて、ね、入れ替えて労働基準法と労働組合法と それから労働契約でこれを新労働三法というふうに呼んだりねあるいは従来の労働三法にこの労働契約法をさらに加えて労働四法というふうに呼んだりすることもあるんですそのくらい労働契約法というのは重要な法律なんですでどこが重要かって言いますと はい、この労働契約法というのは平成19年12月5日にまあ法律として成立したんですけれども実施されたのは、ね、これ施行だとか施行っていうふうに法律では言うんですけども施行されたのは平成20年ですね3月1日そこから実施されました施行されましたそしたら社労士試験ではその平成20年だけは労働契約法って出なかったんですが。 その次の年。平成二十一年から、なんと九年連続で出題されているんです。これはなぜかというとね。民法との関係が非常に強いからなんです。はい、この労働契約法というのは。労働基準法と民法の中間的な法律という,ふうに言われているんですね。 労基法と単純形で書きますよ労働基準法のことです、ね。と民法との中間的な法律、ね。だから労働基準法の性質もあるし民法の性質もあるみたいな感じですね。はい ですからやはり労働法を勉強するためにはね後のチャプターで勉強しますけれども特に憲法だとか民法の知識も必要になってきますですからこの労働契約法が9年連続で出題されたというのも意味があるわけですねしかもこの民法が明治31年に施行をされて約120年ぶりに大改正されますいいですかですから 特に民法の知識も出てくるし憲法の知識もちょっと出てくるしそしてこの労働契約法の知識も当然出てくるということになるわけですねはいこの民法が大改正されますでその関係で労働契約法も非常に重要になってくる9年連続で出題されたけどますます重要になってきますのでね、えー、この辺りを頭の中に入れておいてくださいはい それではね、えー、今回のチャプターはこのくらいにして、次回のチャプターはね、はい、憲法と労働法との関係、ね、これが、えー、どういうものなのか、ね、これを勉強していきたいと思います。まだ準備体操ですよ、ね、はい、まあ皆さんね、えー、これ、えー、テキストはまあ一読、パッとね、一読だけしておくぐらいで結構ですから、そこで準備体操をしっかりとやっていきましょうね、はい、 例、ね、えば、ー、ね、今回のチャプターはこのくらいで終わりにしましょう。お疲れ様でした。